派遣法改正案を審議する衆議院厚生労働委員会では、採決が見送られたものの、民主党や共産党が漏れた年金情報問題の原因究明が先だとして審議には応じませんでした。また民主党などはその他の委員会も欠席し、対決姿勢を鮮明にしました。このため自民党と民主党などが断続的に協議し、週明け月曜日に与野党の国対委員長会談を開き、国会の正常化で合意する見通しとなりました。政治家に向けた段取りができたということでご理解をいただきたいというふうに。具体的には来週、厚生労働委員会で民主党などが改めて質問を行うほか、安倍総理大臣が出席して衆議院予算委員会で集中審議を行う方向です。